AWS 認定試験ソリューションアーキテクトプロフェッショナルサンプル問題シリーズ、今日は第6問目をやっていきたいと思います。6問目はですね、かなり選択肢と問題文が長いものになっています。ちょっと先にこの問題文を読む前にですね、ちょっと私なりのこういった問題が出てきた時の対処方法をお伝えしてから問題文読もうかなと思います。問題を解いていって、こう次の問題へってやって、よくこう見ていって時に、こういう問題ですね。まあ多分この後のスライド4枚ぐらいあるんですけど、選択肢も問題文ももう死ぬほど長い問題っていうのが70問ぐらいですかね、確かあった中で、なんか2、3問ぐらいではあると思うんですよね。まあ今回でいうこういう問題みたいなのはそうなんですけど、あくまでちょっと私の解き方なんで、絶対これがいいかどうかっていうとちょっと絶対とは言わないんですけれども、私はこういう問題が出てきた時とかは一旦問題文選択肢をこう軽く見て、とりあえずこれっぽいなっていうものを選んで、後でチェックするってボタンが確か右上か左上にあったと思うんですけど、それをチェックしてもう次の問題をやります。これちょっと別の試験対策の動画とかぜひ見ていただきたいんですけれども、 SA プロはですね、全体でですね、解く1問にあたりにかけられる時間っていうのが 2、3分ないんですね。もうで結構短いスパンで解いていかなきゃいけないんですよ。で、問題の得点を稼ぐには全部の問題まず終えることが一番大事なんですよ。で、例えばなんですけれども、ちょっとこの後問題文読むんで死ぬほど長いんですけど、これ読んでる間に他の自分が分かる問題を回答するチャンスが仮に時間切れで終わってしまった時の損っていうのはすごいでかいので、一旦こういった問題が出た時とかはまず流してみて、とりあえずこれじゃねっていうので選んで次の問題に行くようにしましょう。で、最後に余裕を持って時間が余ってるなって分かった状態で、こういった長いところをもう一回読み返してみて、私もあるんですけど、あ、ちょっと急いで読んでたから違ったなみたいなことはもちろんあるし、あ、やっぱ直感で選んだの合ってたわみたいなことがあるんですけど、そういう風にしていただくと、まず全部問題解き終わるってところまでいけると思うので、そこを注意してみてください。はい、というところでちょっと長くなっちゃったんですけど、まず問題読んでみます。ある会社には2つの AWS アカウントがあります。1つのアカウントは本番環境用のワークロード、もう1つは開発用のワークロードです。開発チームと運用チームがこれらのワークロードを作成して管理します。同社は次の要件を満たすセキュリティ戦略を必要としています。開発チームのメンバーは開発アプリケーションのインフラストラクチャを作成削除する必要がある。運用チームは開発及び本番のアプリケーションインフラストラクチャを作成削除する必要がある。開発チームのメンバーは本番の環境にアクセスできない。すべてのユーザーが1セットの AWS の認証情報を持っている必要がある。これらの要件を満たす戦略はどれですか。今回はですね、4つの選択肢から1つを選ぶ形になりますが、まずびっくりします、次のスライドめくりますけど、選択肢1個が1スライドになってます。はい、まず A、 まずこれが選択肢1個ですよ皆さん。はい、 A、 本番環境用のアカウントで以下を実行します。アプリケーションインフラストラクチャを作成削除できる運用 IAM グループを作成。運用チームのメンバーごとに IAM ユーザーを作成。これらのユーザーを運用グループに割り当てる。開発用のアカウントで以下。アプリケーションのインフラストラクチャ作成削除できるアプリを IAM グループを作る。運用チームと開発チームのメンバーごとに IAM ユーザーを作って開発に割り当てる。はい、まずこれが A です。 B、 まず本番環境での作業。インフラストラクチャを作成及び削除できる運用 IAM グループを作成。開発アカウントで以下の方でやります。アプリインフラの作成削除ができる IAM グループの作成。開発チームのメンバーごとに IAM ユーザーを作成して、さっき作った開発グループに割り当てます。運用チームのそれぞれの IAM ユーザーを作成して、ユーザーを開発グループと本番アカウントの運用グループに割り当てる。 C、 開発アカウントで以下を実行します。本番用のアカウントでアプリケーションのインフラストラクチャを作成削除できる IAM ロールを作ります。次が開発用のところでできる IAM グループを作ります。共有ロールを引き受けることができる IAM 運用ユーザーグループを作って、開発メンバーごとに IAM ユーザーグループを作成する。これらのユーザーを開発グループに割り当てる。運用グループメンバーごとに IAM ユーザーを作成して、開発グループと運用グループに割り当てるというような形です。もうしんどいですよね。もうさっき言った通り問題文読むのすごいしんどくなるんですよ。なんでここに一周読むときに疲弊しないように、じゃあ D ですね。最後にアプリケーションインフラストラクチャ及び作成削除できる共有の IAM ロールを作成する。開発用アカウントを共有ロールの信用ポリシーに追加する。開発アカウントで以下を実行します。アプリケーションインフラストラクチャを作成削除できる IAM グループの作成。本番稼働用のアカウントで共有ロールを引き受けることができる運用 IAM グループの作成。開発チームのメンバーごとに IAM ユーザーを作成する。このユーザーを開発グループに入れてる。
運用メンバー用に IAM ユーザーを作成して開発グループと運用グループに割り当てるというような形になっています。はい、どうですかね。もう私も正直読むのしんどかったんですけれども、まずちょっと改めて問題文を読んでいきます。まあ要はこのポチになっている部分ですね、ここの5つの項目が重要になってきます。まあ開発チームは開発環境だけ、運用チームは本番環境どっちもになっています。で、開発チームは本番にアクセスしちゃいけません。1セットの AWS 認証情報を持っている必要がある。まあ要はこれですね、1セットっていうのはちょっとこう言い方があれなんですけれども、まあ要は適切な認証情報を使ってアクセスできればいいというような形になります。で、まず A からちょっと順に追いながらもこのまま回答をしていこうかなと思うんですけれども、本番環境でグループを作ってメンバーごとに IAM ユーザーを作って割り当てます。まあ運用チームは本番アカウントアクセスできてでもこれはいいですと。で、開発アカウントでグループを作ってまたこっちで IAM ユーザーを作ってどちらのメンバーもグループに割り当てるというような形になっています。これだと1セットって言ってるので、おそらく1個のアカウントでやってほしいっていうことなんじゃないのかなってちょっと私は受け取っているんですよね。なのでこれで言うと2つアカウント、 IAM アカウントがあるので、そうじゃなくて1セットで運用できる方法、まあ、多分さっきの選択肢にあったんですけど、それができるんで多分これは違う。まあ1個別に権限としてはまあ間違ったことは言ってないので、まあ大丈夫かなと思っていますが、おそらくこれじゃないかなと思ってます。で、 B、 そう、これあれなんですよね、本番環境にグループだけ作って何にもしてないんですよね。で、開発用のアカウントでやっていますが、まずグループを作ってメンバーを割り当ててるんですけれども、運用チームのメンバーごとにまずグループを作って開発グループに割り当てるのはまあいいでしょうと。で、本番用のグループっていうのは別のアカウントで作っているので、これ割り当てることができないかなと思いますので、おそらくこれも違うかなと思います。で、 C になってくるとちょっとそれっぽい回答になりますよね。で、開発用のアカウントで以下のことをやりますと。本番環境のアカウントでアプリケーションインフラストラクチャーを作成削除できる共有 IAM ロールを作る。アプリケーションのインフラストラクチャーを作成削除できる IAM グループを作ります。共有ロールを引き受けてくれる運用 IAM グループを作る。で、まずここから IAM ユーザーですね、まず開発チームの IAM ユーザーを作って開発グループに割り当てます。運用グループは開発と運用グループに割り当てます。一見それっぽいんですけれども、そう、これ多分比較するとこの問題ちょっと長いんです、そこまで解説しながら話なんですけど、おそらく回答を比較するとしたらこの C と D で比較する形になります。なんでかっていうと、1個の IAM アカウントを作ってそこからスイッチロールというロールですねを使ってやるってなると、開発メンバー、運用メンバーは1個の IAM ユーザーの情報を使って適切にアカウントをスイッチできます。まあスイッチするのは本番にアクセスできる運用チームの方だけなんですけれども、そういった形になります。でもこれ大事なのは、本番環境側に受けるスイッチする先のロールを作ってあげなきゃいけないので、これは多分違うんですよね。ってなると多分 D が正解なんじゃないかなと思いますが、本番でまず IAM ロールを作るんですよね、まあ、作業できる運用メンバー用の IAM ロールを作ります。で、このロールを開発用のアカウント、まあ、アカウントナンバーを指定して信頼できるような形でスイッチできるように指定します。本番はこれだけでいいです。で、開発用のアカウントは本番運用メンバーと開発メンバー両方とも使うので、基本的にユーザーはこちらで管理する方が良いです。で、まずは IAM グループを開発用のやつを作ります。で、本番稼働用の共有ロールにスイッチできる IAM ロールを作ります。で、これは同じですね、開発チームに IAM ユーザーを作って開発グループにまず割り当てれば、この人たちはスイッチロールする権限がないので、あくまでも開発用の環境の中で好き勝手できますと。で、運用グループの人はまず開発用のグループに入れれば開発環境は全部触れます。で、運用グループに割り当てることで本番環境に IAM ロールをスイッチすることができるようになるので、本番環境の運用が可能になります。なのでこれは答えが D になります。合ってますよね。はい、合ってます。正解は、管理する2つのアカウントでクロスアカウントアクセス許可するための標準的なガイドラインに従っています。これ多分セキュリティスペシャリティにもなんか似たような問題出ると思うんですよね。オプション A では、運用チームメンバーに2セットの認証情報、要は開発と本番それぞれで1セットずつ必要になるので違いますと。で、 IAM ユーザーは別アカウントのグループに追加できないため、 B は正しくありません。これさっき言った通りですね、アカウントまたいでアカウント B のグループに入れるみたいなことはできません。で、 C が、ロールは別アカウントでリソースアクセス権限を付与できないため、オプション C は正しくありません。共有ロールは、その共有ロールが管理するリソースと同じアカウントに属している必要があります。まあ、要は本番環境にアクセス許可したいんだったら、本番で権限設定正しくして受ける設定をする必要がありますよと、まあ、まさにさっき D で言っていたところになりますが、その必要がありますというような形になっています。はい、ドキュメントもちょっと最後に軽く見ていきますが、
こちらですね、所有している別の AWS アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供、まあ、さっき言ったアカウントをこうまたいでスイッチするっていうのが、まあ、実は IAM の機能ではできます。まあ、それを使うための IAM ロールという機能を使うんですけれども、まあ、こちらはすごいさっきのまさに問題で言っていたシナリオの例になりますので、今回 SA プロの問題なんですけれども、セキュリティスペシャリティではこういった問題結構出ると思いますので、ここはまあかなり IAM って難しいんですけど抑えておくのがいいんじゃないのかなという気がします。はい、というところで今回答えは D でした。ぜひ IAM ユーザーのところは押さえておくのがいいのかなと思います。はい、今回ちょっと長かったんですけれども、ソリューションアーキテクトプロフェッショナル SAPC02 ですねのサンプル問題6問目を解いていきました。まあ、来週以降も7問目以降解いていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価でしていただいて、来週見ていただくようにお願いします。最後までご視聴いただいてありがとうございました。